はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の5月29日の月曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。さあ、ということで今日は5月の29日ということですから、もう明日明後日までですね、5月が。今週の木曜日からもう6月になるということで、5月最後の週に入ったところです。で、今日ですね、朝からも東京あたりはどんよりとした曇り空と、それからパラ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 と、強くはないですけれども雨が降っていて、湿度もですね、まあ、100% ぐらいということで、本当にですね、朝から気温はそんなに高くないけれども、もうムシムシしてる感じで、ちっとも涼しくないような感じですね。ただ今週ずっと雨マークの予報だったものが、まあ、明日はですね、明け方で雨が止んで、大体木曜日ぐらいまではちょっと天気もですね、ところ時折晴れ間も出るような予報になっていたりとかして、まあ、週末またですね、雨の予報になってきますけれども、まあ来週あたりからもしかしたら本当に、少し早めの梅雨入りということになるかもしれないような、まあ、そんな天気予報になってますね。で、今日ですね、朝職場まで来る途中に自分の頭の中を整理する中でですね、浮かんできたテーマについての言葉はですね、実践なくんば証明できず、証明なくんば信頼されずという言葉でした。これはですね、以前に頭は低く、目は高く、口を慎んで心広く、方言点として他を益するという極真空手をですね、作り上げた大山総裁のですね、言葉と同じく、この実践なくんば証明できず、証明なくんば信頼されずという言葉もですね、大山総裁がいつもいつも口にしていた、口癖のように説いていた言葉で、あります。で、この言葉にはですね、実践なくんば証明できず、証明なくんば信頼されず、信頼なくんば尊敬されないというところで、まあ、そこまで実際結び言葉としてはあるわけですけれども、個人的にはですね、さまざまなことを自分が取り組む中で、尊敬されようと思ってやってるわけではないし、そこまで、できるわけでもなく、まずはですね、実践すること、そして実践をすることによって、やはり何らか証明ができれば証明をすること、そしてその証明によってようやく信頼を得られることということを学んだことがあるので、まあ、自分自身の頭の中ではですね、あまりその尊敬というところまで踏み込んで、この言葉をこのすり込もうというふうにしてないというところも注意点としてあるわけですけれど、やはりですね、極真空手というのは昔から実践空手ということで、寸止め空手が主流だった空手界にですね、やはり直接打撃性として、実際にですね、フルコンタクトしてお互いに、まあ、体をですね、叩き合って、まあ、そして自分の中でその心と体を作り上げていくというような、まあ、そんな理念もあって、実践空手というふうに標榜していた、というふうに思われています。まあ、そういうことからですね、やはり実際に、まあ、実践をしてですね、自分の実力というものを見せて、まあ、それによって、信頼を勝ち取ることができるし、それによってですね、まあ、証明することができて、まあ、その証明の積み重ねによってようやく信頼を勝ち取ることができるという言葉ではないのかなというふうに思ってます。だからですね、人は自分の頭の中で考えることが全てで、自分の考えていることが基本的にはですね、まあ、正しいというふうに思っているわけですけれども、それを他の人に伝えるためには、常にやはり実践しなければ表現できないし、その、実践によってですね、やはり何らかの信頼を勝ち取っていくためにはですね、何かしら証明をしていく必要があるということになりますね。まあ、例えばその競技性のあってですね、何か大会があるというようなことであれば、その大会で勝ち取ると、勝ち上がるとかですね、何かしかの賞を得るとかいうことでも、その、証明につながっていきますし、場合によってそういうような賞とかですね、まあ、レースとか、もしくはその大会がないようなところであれば、それを期間を長く続けてみるとかですね、もしくはたくさん何がしかの作品を作っていくとか、その取り組む内容によって、その実践できる事柄というのは違ってくると思うので、その人その人なりに自分が取り組むことによってですね、何を実践していって、何を証明していくことができるのか、
まあ、その証明によってどんな信頼を得ることができるのかということは全然違ってくるので、まあ、それぞれ取り組む目的によってですね、考えていけばいいことではないかなというふうに思ってますけれども、やはり実践しない人が、このですね、証明することはできないし、証明することができなければ信頼されることもないので、自分自身としてもですね、まあ、この日々の音読などもそうですけれども、賞があったりするわけでもなく、誰かと競うわけではないけれども、自分なりに日々取り組んでいますよという実践で、何がしかのですね、証明になって、まあ、それによって信頼を得ることができればなというふうに思っているし、まあ、他にもたくさんですね、世の中にはできることやれることというのはあるので、その人たちなりにですね、実践なくんば、証明されず、証明なくんば信頼されずということをですね、頭に置いて日々何かしか小さな点を打ち続けるといいのではないかなというふうに感じています。ということで、今日はですね、月曜日の日本経済新聞朝刊なので、昨日の日経平均株価の終値といった、情報はお休みとなっているので、早速音読の、題材に入っていきたいと思いますけれども、一つ目はですね、この今日の日本経済新聞朝刊の社説のですね、一つ目からですね、タイトルとしてはですね、IPEF は中国抑止と自国貿易の両立をというようなタイトルになっていますので、まあ、この記事ですね、また中国に関する話題が、取り上げられていますけれども、まあ、これもですね、社会情勢の一つということになるので、この記事から音読の題材とさせてもらいたいなと思います。 IPEF は中国抑止と自由貿易の両立を、中国が経済を武器に他国を威圧するのを防ぎながら自由貿易を守る足場を築く、米国が主導する新経済圏構想インド太平洋経済枠組み IPEF にはそんな役割を期待したい。 IPEF に参加する14カ国は、5月27日の閣僚級会合で重要物質のサプライチェーン供給網を強化する、協定の策定で合意した。感染症の拡大や紛争に備え、重要物資の在庫情報を共有したり互いに融通したりする仕組み作りを目指す。半導体や医薬品、鉱物資源などが念頭にある。日米や東南アジア諸国が参加する IPEF は2022年5月に発足。貿易やクリーン経済など4つの分野で交渉を進めており、サプライチェーンに関する今回の合意は最初の成果となる。中国に頼りすぎる経済からどう抜け出すか。米国が IPEF を提唱した狙いはそこにある。新型コロナウイルスの感染が拡大した当初、マスクや防護服を中国製に依存する国は必要な医療品の調達が難しくなった。最近ではレアアース、キドル油を使った高性能磁石の製造技術について中国は国家安全を理由に輸出を禁止する手続きを進めている。今回の合意は供給網で中国への依存を減らす一歩になる。中国の経済的威嚇を封じられるように具体策を詰める必要がある。焦点になるのはどんな物資を対象にするかだ。中国との経済的な結びつきが強いアジアや欧州には中国抜きのサプライチェーンを広げすぎればデカップリング、分断が現実になりかねないとの懸念が強い。主要7カ国 G7 は先の首脳会議広島サミットでデカップリングではなくデリスキング、まあ、リスク低減ということですね。デリスキリングとの、デリスキリングですね、との考えを打ち出した。貿易を制限するのは軍事転用が可能な最先端や技術で経済安全保障の観点から欠かせない一部の物資だけにする発想だ。IPEF をきちんと機能させるためにも米国は中国への依存を下げる分野を絞り、自由貿易を守る姿勢を明確にすべきである。 IPEF はもともと環太平洋経済連携協定 TPP から離脱した米国がアジアに関わり続ける枠組みとして構想された。関税の撤廃や削減は含んでおらず、参加国の利点は見えにくい。自由貿易の拡大を目指すにはやはり米国を TPP に引き戻す努力が欠かせない。ということでですね、この IPEF という枠組みと TPP がですね、分かりにくくなっているということは当初から言われていることですけれども、いろいろなですね、私たちには計り知れない見え方があると思うので、
まあ、この中国を含むですね、この経済安全保障分野について、私たちの生活がですね、また不安定になることがないようにしっかりと舵取りをお願いしたいなというふうに感じますね。で、2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からですね、タイトルはホンダは F1 を成長の糧にということで、先週ですね取り上げたホンダが F1 にまた2026年から復帰するというニュースを受けての社説となっているので、またこちらもですねアップデート版として自分なりに確認をしておきたいなと思います。ホンダは F1 を成長の糧に。ホンダが自動車レースのフォーミュラー1 F1 への再参戦を決めたということで、レースではの勝敗もさることながら F1 は最高峰の技術を磨く走る実験室とも呼ばれる、レースでしか得られない知見を量販車に応用して他社との差別化を図ってもらいたい。ホンダは F1 への参戦と撤退を繰り返してきた。参戦はこれで5度目となる。新型コロナウイルス化などによる販売不振に直面した2020年に撤退を決めたばかりだ。わずか2年半で再参戦を決めた理由は明確。第一に、やはりブランド力を高める効果は捨てがたいということで、 F1 は近年ホンダの収益源でもある米国での人気が高まっている。ただ最大の理由は F1 のルール変更だという。 F1 といえば大音量をとろかせるハイパワーのエンジンでよく知られるところだが、2026年から環境対応技術を大幅に取り入れることになった。最高出力での動力源として従来は2割ほどだった電気エネルギーの比率を5割に高める。生産過程がカーボンニュートラルとなる合成燃料の使用も進める。今回ホンダはエンジンを供給する形での F1 復帰となる。最高峰の技術を競うレース向けのエンジン開発を通じて、こうした環境技術の知見も得られると判断したという。ホンダはこれまで F1 で磨いた技術を市販車に取り入れることにより成長を遂げてきた。1970年代には実現は不可能とさえ言われた排ガス規制を達成する低公害型エンジンを世界で初めて実現。当時 F1 車両の開発に参加していた技術者が創業者の本田宗一郎氏に進言したという逸話が残る。ホンダは2040年までにガソリン車から撤退する方針。電気自動車は他社との差別化が難しいとされるが、 F1 でしか得られない電気化技術を盛り込んでもらいたい。近年ホンダの業績は伸び悩んでいる。 F1 再参戦を新たな成長の糧にすることを期待したいということで、ホンダにとってですね、この実践という意味での F1 再参戦ですね、実践なくんば証明できず、証明なくんば信頼されずということで、また F1 を通じてですね、知名度の向上ですとか技術の向上というものに努めて、私たちもですね、機会があればホンダの車を選んで乗るということで応援するという方法もあると思うので、ぜひ本田宗一郎さんの意思をですね、またこれより先もどんどんこのつないでいってもらいたいなというふうに感じていますね。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の、コラムの中からですね、経営の視点というコラムで、小平隆史郎さんという方のコラムになっていますけれども、セブンイレブンジャパンとですね、ソニーが株主と対峙して逃げずに企業価値について議論をするというようなことで、まあ、これから株主総会ですとか、まあ、そういうことに関する話題がどんどん出てくると思うので、その辺のところを受けてのこの経営の視点というコラムになっていると思うので、こちらもですね、読んでいて読み応えのある内容となっていると思うので、こちらを3つ目の音読の題材としておきたいなと思います。株主の立場から企業の経営や財務戦略など様々な注文をつけるアクティビズム、日本の企業社会のありふれた風景となった。5月25日開催のセブン&アイホールディングスの株主総会は、日本企業がいかにアクティビスト、物言う株主と向き合うべきかを示す一つの事例を示した。セブン&アイによれば、米国有力ファンドのバリューアクトキャピタルと初めて接触したのは2020年の11月。30回以上にわたる対話の中で問われたのは、百貨店やスーパー、コンビニエンスストアなどを複合的に経営することによる株主価値の毀損、すなわちコングロマリットディスカウントだ。株主総会の焦点は、食を中心に据えたグループ競争力の向上を訴える
伊坂社長への信任だった。賛成率 76% と決して胸を張れる結果ではないものの、伊坂社長が再任を果たした理由の一つは、セブンがバリューアクトの批判から逃げなかったことだ。株主の提案に反論文書を用意。伊坂社長はメディアの取材を通じて、食戦略を進めるためにはスーパーの人材や開発力が不可欠などと主張してきた。日本の株式市場でアクティビストが存在感を高め始めたのは2000年代。攻めの経営と守り逃げの経営陣といった構図があった。セブンとバリューアクトのやり取りを見る限り、大企業に関しては経営者と株主が企業価値について議論できるほどには日本の資本市場も成熟してきたことがうかがえる。逃げない大切さを示した先駆けは、2013年に米国サードポイントから映画音楽事業の分離上場を提案されたソニーグループだった。株主が日本企業のコングロマリットディスカウントを広く厳しく問うようになったのもそれ以降のことではないか。ソニーが事業分離の要求を交わし、複合経営を強める中で打ち出した考えが、ソニーのパーパスにもなった感動だ。ハードやデバイス、コンテンツを一体経営することで人の心を動かし、創造に寄与する。そんな意味が含まれる。バリューアクトと対峙したセブン&アイにとっての食は、ソニーが市場に問うた感動と重なる部分がある。複合経営を束ねる、扇の要とでも言おうか。今後日本企業とアクティビストとの対話でも持ち出されそうな発想だ。世界的に見て日本はアクティビズムが活発な国の一つとなった。調査会社インサイティアによれば、2022年にアクティビストから提案を受けた日本企業は107社と、2021年に比べて6割強増え、2016年の 4.5 倍になった。首位の米国は昨年511社と、2016年に比べて2割強減っている。突っ込んだ事業提案を出す株主も増えていて、アクティビストとの対話を通じて企業の株主向け広報 IR の術も磨かれる。セブン&アイ総会の1週間前、ソニーは金融子会社の分離上場を打ち出した。規制業種の金融は感動では束ねきれないのかもしれない。食でスーパーとコンビニをつなぎきれるかどうかも今後問われる。アクティビストの声は時間を置いて響いてくる。ということでですね、ちょっとこの規模の企業運営のですね、なんて言うんでしょうね、体感的なところは、やっぱり私たちのような小さな仕事をする一般庶民には分かりませんけれども、ですね、株主の声に耳を傾けながら、それについて真摯に検討して、そしてですね、答えを見つけていくというような手法が本当に根付いてきてるんだろうなというふうなことを感じるし、私たちもですね、その株主とかというスケールではないですけれども、自分なりに人からの提案ですとか、人から自分に向けた反応というものを見てですね、自分自身と向き合っていくということの大切さも、こういう記事から学ぶことができるのではないかなと感じました。ということで今日はですね、2023年令和5年の5月29日の月曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは